回してなかった今。回したもんだって今録画の。今回してなかった。そうですか。いやそんなもんや。申請って。いやあるある、申請ってね。初心者ですか。あ、どこ向かってるんですか、もしかして今。どこ向かってるっていうか、スイオンが話があるからってことで呼び出されたわけやけど。いや無理やりに呼び出してないし。なんか聞きたいことが あるな、確かに。あるある。やったやん。うん、2人ともさ、韓国行ったことあるんちゃう。2人とも、うん、で、今日はあの2人にさ、あの韓国行ってちょっとやっぱりさ、まあ、文化っていうか、まあ一応びっくりしたってこととかあったらちょっと教えてほしいなっていうのがあって。あ、文化の違い感じたこと。文化でもいいし、何でもさ、ちょっと行ってみて、あ、ちょっとさ、なんかびっくりした要素って、そう、絶対あるんちゃうかなと思って。俺が一個びっくりしたのは、うん、まあ、あれどこやったかな、ホテルでもさ、俺結構別に普通のホテル行ったけど、うん、トイレ行った時に、うん、なんかトイレットペーパーを流せないっていうの。ああ、あるね。そう、あれマジで俺知らんかって、行くまで、うん、それは普通にその先進国でそのゴミ箱やろ、横にゴミ箱。そう、なるほどね。それ結構びっくりしたことかな。で、今もそうかな。俺さ、かなり今、まあ、5年ぐらいさ、韓国帰ってないからさ、わかんないけど、今もそんな感じかな。え、いつ行ったん、ちなみに行ったの。それは、うん、4年前ぐらいかな。ああ、なるほどね、うん、いやでも、まあ、俺がおった時にはそんな感じやったよ、実際。逆に俺は日本に行って、そのトイレペーパーをさ、普通に便器に入れるのがさ、ちょっとあのびっくりで、みたいな。反対でちょっとさ、驚いたからさ、うん、うん。あともう一個びっくりしたっていうか、そういうのびっくりしたことは、あの俺ホンデかな、うん、ホンデで、うん、ステイしてあのホテル泊まってたんやけど、うん、そのなんか多分あれ若者の街なんかな、特に若い人の街なんかな、ホンデって分からんけど、あの服屋さんとかがマジで多分11時とか12時とかでも空いてる。さすがにさ、カナダとかだったらほんま8時とかや、多分早かったらもうちょっと早いや。でも日本でもあんな夜中ぐらいまで空いてるのって多分、東京は知らんけど、そう、それすごいなと思った。そうだね、うん、12時とか2時とかまで。そうやろ、空いてる結構もう、うん、ずっと服屋さん空いてる。服屋でそんな、日本でも8時とかのところ多分あるやん。あ、8時しびっくりしたね、うん、あでも私そこの服屋でびっくりしたのが、うん、なんかさ、こうみんな服あるじゃん、あのお店の中で、うん、服に囲まれ、商品の囲まれた中で、あのスタッフがね、ご飯あ、あのスタッフミールを普通に店の中で食べてるの、うん、しかも服の中でだよ。でなんか服の中でこうやって服ここでこうやって食べてるの。服に囲まれた、商品に囲まれた中でお客さんがさ、こう見てるのに、その隣でめっちゃマジで、いやそれでも飛んでもんやろ多分。でもそれ、うん、そう飛んでもんやと思う。それでさ、もうすごい、なにジャージャー麺とか食べたらもう、そうでもね、いや辛い匂いとかめっちゃするし、みたいな、なんか変な匂いしないって言ったらもうそこで食べててなんかもね、それ日本ではありえへんな。いやそう、めっちゃびっくりして、それは俺ちょっとね、初めて聞いたわ。うん、日本で見たことないやろ、服屋で店員さんねえだってね、もう接客。いやでもなんかさ、やっぱりお店によってさ違うやん多分。ゆきちゃんが行ったところは、まあ、東大門っていう多分服屋がめっちゃあるところやけど、そこはなんかブランド品じゃなくて、普通になんか安いものとか、そうそう、なんかそのそうみたいな感じのさお店やから、そこは、うん、そこまでルールさ。あー、そっか。あ、後ろちょっと見てくださいよ。で、あのバンクーバーの桜、これがバンクーバーの桜ですよ。綺麗やね。綺麗やな、うん、あ、それは俺ちょっとね、あ、なるほどって思うわ、うん、確かに日本ってしないもんな、絶対基本的に、ね、ここでもね、うん、頭いいやろな、びっくりしたこと。俺も
俺一回しか行ったことないからな。あ、そっか。私あとね、あと普通にさ、やっぱ日本人、その時4人か5人ぐらいのね女の子で旅行行ったんだけどさ、まあ、それもなんだっけ、ミョンド、まあ、ミョンドになったんだけど、なんか歩いてたらさ、やっぱ、あみたいな、日本人ですかみたいな感じでさ、この店員さんがわーって来るんだよね、で、マジでパチモンあるよって言われるの。パチモンって言うの？パチモン。何のパチモンって？え、パチモンってあのブランド、そう、ブランドものの偽ブランド品、あめっちゃ手をさ、こうやってさ、お姉さんみたいな、パチモンあるよ、パチモンあるよって、もうね、歩いてたらもうすっごい言われて、え、またなんか、それ、その13年前の話。そう、13年前。ちょっと待って、もっと、13年前の話してるだけ。いや、森さん、やっぱ衝撃的だったから、もう。13年前の話してるんだな。それがさ、やっぱね、あの、インパクトがあるから、もうその次の記憶とかないからさ。じゃあ驚きがそこで驚いてるから、だからもう驚かない、それ以上の驚きはないよねって思って、ああ そう、それでさ、やっぱあの連れてかれるんだよ、別室に。あ、でもそれは俺聞いたことある。ああ、なんでさ、韓国行ったらさ、みんなそんな感じでさ、偽物あるよ偽物あるよってなんか言われるみたいな感じでさ、聞かれたことあるよ俺、実は、うん、で今は多分ないと思うけど、ないんだ、うん、昔だからか。え、それだけ？まあなんかもっと俺はもうそれ狙うかな。うん、聞けた？聞きたいこと。でも結構違うよ。もっとあるんちゃう、なんかね。あといい思い出の話していいじゃん。あ、いいよ。あの、まあバンクーバーとかでもチーズタッカルビ食べれるやん。で、まあ、日本でも食べれるやん。うん、あのね、カンナンで俺食べたけど、マジやっぱ本場っていうか。もう別格やった。マジでうまかった。へえ、うん。違った？違うな。違うっていうか、なんか俺辛いのが苦手やから、それのこのマイルドなを全然余裕で作って、こっちやったらあんま作ってくれへんねん、マイルドな。なんか辛いねどうしても。でも、そのカンナムで食べたのはもう味もうまかったし、辛さも、辛さは確か控えめで作ってくれた。実際さ、行ったら何食べるん？韓国行ったら、日本人って。なんかほぼなんか言ってるのってあれやん、なんか何やろ、サムギョプサルとかそんなもんやん、ね、プルコギとかな、うん、ビビンバ屋さんとか、あとはコリアンバーベキューやんな、んかな、そうだね、あとなんかタッカンマリとか、あ、タッカンマリか、あとマジでみんなソジ飲んでるな、コリアンバーベキューやったらマジでみんなソジ飲んでるな、え、それだけ？あと今無理やりに出してる感じちゃう。ほんで、それこそ本日の夜は、まあ、パーティーがすごいなと思った。みんななんかもうちょっと歩いたらさ、クラブとかもう若者がもうほんま溢れ返ってる、うん、でもそれ別にまあ大阪でも、大阪って日本でもな、場所によってもやっぱあると思うけど、でもまあすごい勢いすごく感じたかな、うん、めっちゃみんな若い子っていうか、夜遊んでる感じしたな、うん、そこで俺見たんちゃう、やっぱり。そう、あの時そう、俺おった、確かに。俺若いからさ、そういう若い町さ、若者町行ったら俺絶対おるから、若いから俺。でも本店じゃないやろ、カンナムやろ。いや俺どっちも、どっちもカンナムスタイルやろ。違うって、どっちもってない。どっちもどっちもぐらいですかね。うーん、今のところね。あ、今日どうだったんですか、撮影は。無理やりに出してる感じちゃかったんですか。ちょっとそういう感じしたけど。いやいや、でも行きたいな俺、また韓国。やっぱね、友達もできたし、カナダで。やっぱ行きたいよねっていう感じやんな。行きたいね。俺が案内するわ。あんまりわかんないけど。スイオンこそ。前行ったんだ、いつだ、何年前の？5年前。5年前、俺より前。じゃあ、あの、締めてください。いいことで。いいことで、はい、いいことで締めてください。ということで、シマエンジのソウ、カムタムダー。チャンネル登録、いいね、コメント、お願いします。クドウ、チョワヨウ、ふたけよー。